コントロールキーコントロールキーは、コンピュータに装備されるキーボードに備わる就職キーの、一つ。キートップには、コントロール、CTRL ないしは、CTRL と刻印されている。シフトキーと同様に他のキーと一緒に押し下げることで、様々なコマンドを送信できる。テレタイプ端末、および、初期のコンピュータキーボードでは、コントロールキーを押しながら、他のキーを押すと、 生成される、アスキーの回5ビット以外がゼロとなった。これによりユーザーは、アスキーの非表示文字である、最初の32文字を生成、入力できる。これら非表示文字は、制御文字と呼ばれ、キーボードから入力することで復帰、開業、改めページ、端末ベル等の動作を行わせる、制御信号をコンピュータに送る。すなわち、コントロールキーとは、 制御文字を生成するための就職キーである。本来の制御文字の役割が時代遅れでほとんど使用されなくなった後、現在のソフトウェアは制御キーを他の目的で使用するようになっている。なお、テレタイプ端末ではコントロールキーと共に小文字の C、または大文字の C を使用した場合、得られる結果は同じである。しかしながら、現代のコンピュータでは、 通常これら2つのキーは区別されている。またコントロールキーが左右に2つあるキーボードの場合、アプリケーションによっては使い分ける場合がある。コントロールキーを押しながら、他のキーを押す動作を表記する場合、一般的な表記方法が存在する。以下のすべての例は、コントロールキーを押しながら C キーを押し下げる動作を示す。以下の例は、 マイクロソフトの Windows 系 OS で汎用的に使用できる機能である。これらの用法はコンピュータに動作させる機能を表す英語の単語の頭文字が選択されていて制御文字の本来の動作とは無関係であることに留意されたい。Windows 用の恋愛アドベンチャーゲームビジュアルノベルにおいてはコントロールキーを単独で押すことによりテキストの早送りができることが多い。また、 一部の CPU 切り替え機では、コントロールキーを連続して複数回押すことで、モニターにメニューを表示する等の使用がされている。Windows には CTRL キーを押すと、マウスポインタの周囲に円が表示されマウスポインタを目立たせる機能が搭載されている。韓国語の Microsoft IME では、Hangul で読みを入力してからキーを押すことで漢字変換を行うが、 キーのないキーボードでは、この機能を右コントロールキーで代用するようになっている。クラシック MacOS、MacOS よびそれらのアプリケーションにおいて、コマンドキーは概ねコントロールキーと同様の機能を果たす。コマンド Z のアンド、コマンド X のカット、コマンド C のコピー、コマンド V のペーストは、その機能を必要とするすべての局面で共通とされた。 加えて、コマンド P の印刷、コマンド S の保存等が多くのソフトで共通に使われるようになった。Windows では、カットにシフト、Shift、ート、ペーストに、Shift、サートが採用されたが、後に、MacOS に習って、CTRLX、CTRLV が追加された。Macintosh において、コントロールキーは、 ユニックスソフトウェアの操作や2ボタンマウスのエミュレーション、ことえりの操作などで多用される。メニュー上でのショートカットキー用表記は、可である。ことえりのみ、鉛筆マークになる。コントロールキーの位置については、エスケープキーの位置と同様、多数の議論がなされている。初期のパーソナルコンピュータやワークステーションのキーボードの大多数では、これらは、ホームポジションの近くにあった。 このため、エディタ、ワープロソフト、コンピュータゲームなど、これらを多用するソフトウェアが多数登場し、特に、パーソナルコンピュータやユニックス環境では普及した、操作性となった。しかし PC、AT 後期より主流となった101キーボード以降の、大多数のキーボードでは、コントロールキーの位置は最下段に、エスケープキーは最上段にそれぞれ移動し、 使用頻度が低いユーザーも多いと思われるキャプシュロックキーが A の近くに配置されたため、これを問題視する意見は多い。反論、または対策としては、コンビネーション用のキーを最下段に揃えたのは、指先の不自由なユーザーへの配慮や、パーソナルコンピュータ以外も含むコンピュータの操作性の統一である、コントロールキーは小指の付け根の部分で押せばよい。 ソフトウェア側でキーバインドを変更すればよい。キー位置が異なるキーボードも各種発売されているなどがある。ソフトウェアまたはハードウェアによってキー位置を変更する場合はコントロールキーを A の隣ではなくスペースバーの隣のキーに割り振り親指でコントロールキーを押す使い方をする人もいる。これはコマンドキーを親指で押すマッキントッシュの使用法に似ている。 なお、Apple 純正キーボードでは、英語版は A の隣がキャプシュロックキーになっているが、日本語版、JIS キーボードでは A の隣がコントロールキーになっている。これは、ことえりの操作が、コントロールキーを多用することが原因と考えられる。なお、MacOS 10では、コントロールキーとコマンドキー、オプションキー、キャプシュロックキーなどの就職キーが、 ソフトウェア的に入れ替え可能になっている。ノート PC ではファンクションキーに別の機能を割り当てるための FN キーがあり、これにより左コントロールキーの位置やサイズが変えられている場合がある。詳細は FN キーを参照。記号のハットは英語ではキャレットと呼び、英文構成では脱字記号として使用されており、 テキスト入力フィールドの文字挿入カーソルを示す図形として表示されることがある。また、フランス語で使用されるアクセント符号の名前からアクサンフレックスまたはサーカムフレックスと呼ばれることもある。日本語ではその形状から山形あるいは単に山と呼ばれる。この記号は数式を テキストで表記するときに累乗を示す記号として使用されることから累乗記号としても知られる PFU キーボードコレクションありがとうございます